かっぱっぱチャンネル。前回は竈門炭治郎の絵を描いてもらいましたけれども、はい、描きました。今日はこちらを持っていただいて、あ、岩手屋さんの丹念じゃないですか。それえ、プレゼント、お土産買ってきてくれたんですか。お土産じゃない、優しいな、そば粉は。お土産じゃないんで、え、何に使うんですか。こちらを使って、はい、キキ南部せんべいをやっていただこうと思います。え、それやらせて後悔しますよ。もうめちゃめちゃ自信ありますもん、そんな。もう私なんて、私の手にかかったら触っただけで何のせんべいか分かるんですか。それはちょっと言い過ぎなんじゃないですか。ってくらい自信があります。僕やっていきましょう。イエーイ。エントリーナンバー1、ごま、セサミ。エントリーナンバー2、豆ごろ、ピーナッツごろ。エントリーナンバー3、かぼちゃせんべい、パンプキン。エントリーナンバー4、りんごせんべい、アップル。この子が可愛いですね。エントリーナンバー5、落花生、ピーナッツ。ピーナッツ2回目じゃん。いいんだよ、そういうの言わなくて。最後の登場です。エントリーナンバー6、イカせんべい。イエーイ、イカ。英語言えない、イカ言えない。体良くないですね。役者が揃えましたけれども、え、超簡単そうじゃん。じゃあやっていきましょう。えいえよ。あの、目隠しをして食べなきゃいけないので、これ作ったんですよ、カッパちゃんが。見て、ちゃんと穴開いてない、ほら、見えないでしょ。あれ取れちゃったねー。買いましょう。難しいな。あ、見えない、本当に見えない。目出てる？おそらく大丈夫かと。え、楽しみ。え、当てる自信しかないな。誰に言ってる？独り言。そっちの方がやばい。あのね、私も見えないんだ。あの、事故、事故。二人とも見えない。見えないんだよ。事故。はい、じゃあ。はい。え、目はこれです。どこ？ちょっと待って待って、見せてんの今。あ、見せてんのね。もうくれるのかと思った。まあ、これは簡単でしょ。じゃあ私、こう、大型にします。はい、ちゃんと受け取りました。で、いただきまーす。はい、どうぞ。待って、これは簡単でしょ。な、分かった。ピンポン。エントリーナンバー1番のごまです。おお、正解。すごいね、何番まで覚えてた。やっぱりここが違うので、愛だね。せんべいの愛だね。今私頭を指さして、ここが違うのでってやったの、すんごい恥ずかしかった。カットで。あの、カッパちゃん一つ気づいちゃったんでやんすよ。なんですか。あの、一口目口に入れるじゃないですか、やっぱ目閉じてるからか、味がちょっと分かりづらい。難しいかも、結構。次これいきます。はい、もう手出してますよ。早いな、早く食べたい。まだ出してないんで。食べたいから。まだ出してないんで。そば粉、はい、準備が早い。落花生。お、正解。すごい、やった。次はこれです。はい、なんだろう。イカ。早い。もうこれはわかる、超簡単。イカは簡単よ。正解です。いやー、でもこれどうしようかな。どっちがいいかな。でもね、カッパちゃんね、この最後の2択結構むずいと思うんだよね。なぜかというと、クッキータイプね、難しいのよ。あ、いや、こっちでしょ。じゃあ次こちらです。はい、ここ、はい、いただきます。どうぞ。ん、待って。お、え、難しい。来ました、来ましたよ、皆さん。待って、やっと。え、全然わかんない。待って。自信を持ってくださいよ。え、どっちだろう。、は
私の耳に。耳どこ？もう一回言ってもらっていいですか？ちょっと耳がどこにあるかわからない。ちょっと待って。あと。ほう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 。え、合っててほしい。皆さん何て言ったか知りたいですよね。じゃあもう一度ちょっとカメラの前でもう一度大きな声で言ってみてください。うわー、カッパちゃん的には豆ごろ。正解です。イエーイ。え、マジでよかった。危ないところでしたね。ちなみにこっちがかぼちゃです。いただきます。こっちはかぼちゃのほっくり感が味に入ってる。おー、生地に。いや、カッパちゃん決め手があったんですよ。あのね、そば粉が渡してくれたあの豆五郎には豆が入ってなかったの。豆五郎なのに豆入ってなかったの。渡されたところには豆の渡すところに豆のゾーンじゃなかった。豆のゾーンじゃないとこあげてたんだ。そう、豆のゾーンじゃないとこだったんだけどごめん豆の皮が入ってたの。おお、それで豆五郎かなって思った。食べていい？食べてみて。めっちゃ明るい。うん。待って、そば粉そんなんだったんだ。めっちゃシール。美味しいよ。美味しいよね。うん。うん、違うよね。当たり前なんだけど、はい、野菜の味がするね、やっぱり。あ、さすがそば粉。やっぱおそばの素材でできてるから。うん、ということで、ぜひ皆さんも岩手屋さんの南部せんべいをたくさん食べて、ぜひ岩手に遊びに来てほしいなと思います。そして、あの、ただいま、岩手屋さんでは、南部せんべいの歌を、こう、みんなで歌って投稿してみようっていうキャンペーンもありますので、そちらは概要欄に URL を貼りますので、ぜひそちらも、お家にいる今だからこそチャレンジできると思いますので、そちらもチャレンジしてみてください。そば粉ありがとね。そば粉ありがとね。そば粉がっかりしてるから、この食べたやつはそば粉にあげます。食べかけ？そば粉はこれでパーティーしてください。パーティー。パーティー、おしりパーティー。ということで、皆さんぜひまたカッパパチャンネル見てね。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうござんす。ござんすござんす。